はいどうも、ヘビフロッグと申します。先日の昼間に一人で公園の片隅にあるベンチの上で休憩していました。何かいるかと思いベンチの下を覗き込むと、なんとハエトリグモがアリを捕食していたんですよね。というわけで今回捕まえたハエトリグモがこちらです。ここにいるのはアリグモです。この前動画にしましたよね。そしてこいつが青帯ハエトリで、こいつは少し大きめの茶色いハエトリグモ。ここにいるのがかなり細かい小さな雲ですね。今回はこの4つの雲にこの鏡を順番に見せていきます。というわけで早速やっていきましょう。それではまずはこの青帯ハエトリから検証します。ほら、お、もう一度検証します。ほら、お、腕を上げて威嚇しています。ほら、お、お、威嚇工事をした後そのまま逃げていきます。挑発だけしてそのまま一目散に逃げていっていますね。おー、威嚇してる。でそのまま逃げていきます。おー、威嚇してる。で逃げていきます。それでは次はこのおとなしいハエトリグモで検証しましょう。こちらは微動だにしません。全く興味を持っていませんね。先ほどのハエトリグモと違って威嚇はしていません。鏡に興味がないのか、それとも動いていないので気づいていないのか、一向にアクションがありません。自分の顔にうっとり惚れているのでしょうか。お、大きく腕を上げて威嚇し始めました。びっくりして威嚇しながら後ずさりしています。いやー、面白いですね。自分自身にびっくりしています。おー、びっくりしてる。こいつは威嚇はしますが、あまり逃げたりはしないタイプなんですね。肝が据わっています。それでは次はこの、かなりチビなハエトリグモで検証します。おー、威嚇してる。小さいですが、両手を大きく上げて威嚇しています。そのまま鏡に登っていっています。それでは4匹目は、アリに擬態しているアリグモで検証します。一応こいつもハエトリグモの仲間なんですよね。お、おー、威嚇してる。おお、大きく口を開けて威嚇しています。やはりハエトリグモはどの種類も鏡を見せると威嚇するんですね。というわけで今回はクモに鏡を見せるとどうなるのかという動画でした。ハエトリグモによってリアクションがそれぞれ違うので、いろいろ比較してみると少し面白いですよね。というわけで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。